<laughs> えー、こんにちは、バズです。今回は、緊急で動画回させてもらってます。えー、っと、今日、伝えたかったことというか、えー、ついにね、チャンネル登録者数が1万人突破しました。いやー、なんか、こうやって始める、 え、こうやって話すのもね、久々なんで何喋っていいか分かんないんですけど、本当に嬉しくて、ずっと YouTube 始めてからこの数字行くことを目標にしてて、正直ね、こう停滞してきた時期というか、ずっと数字を変わらない時期が1年ぐらい続いて、こう最近2ヶ月前ぐらいにね、もう仕事を始めて、今も仕事で、 ホテルまで行ってるんですけど、やっぱり、こういう風に目標達成できたことがすごく嬉しく思って、こうやって動画を出しました。今回はね、編集も一切せずに動画出そうと思うので、本当に見たい人とか、興味ある人だけ見てくれると嬉しいです。さっきったようにね、もう働いてるんで、ちょっとマスク越しで失礼するんですけど、 まあね、今まで、本当にいろんな、ことがあって、こうやってね、YouTube やったこともそうだし、YouTube やめることだったり、あんまり動画とかでは言ってないようなね、葛藤だったりとかもあって、まあ、まだ気持ちの整理がついてないんで、あんまり言葉がまとまらないんだけど、そうだな。 まあ本当に YouTube やって良かったことっていうのは自分のことがねやっぱ好きになれたってことが本当に一番大きくてずっと今までね僕は自分のこと大嫌いで恥ずかしながらね24歳ぐらいまでは自分のこと好きになれずにまあ22歳ぐらいかな生きてきたんだけどバドミントンやってる自分は好きになれそうな気がして 本当に22歳ぐらいまでは人と関わることさえしてなかったような人生を送ってて、もちろん周りにはね、バトミントンやってくれる友達とかいて、だからこそこの YouTube チャンネルっていうのが伸びてったというか、まあ名前出すとジーマくんとか、まあ鹿鉄さんとか、医者鉄さんとか、他にも全員そうなんですけど、あそこら辺の友達が 一緒に動画作ってくれて、まずここまで、まあ、4000人ぐらいまでは順調にいって、で、やっぱりみんながこう、社会に出ていくにつれて、だんだん時間が合わなくなって、本当に孤立じゃないけど、孤独を感じるようになって、まあそこから結構辛い時期もあったんだけど、やっぱりね、こう、バドミントンっていうのがあって、 他のいろんな人と繋がったりとか、菊池選手だったとか、中田くんだったりとか、そういうバドミントンで本当上手な強い方とかとも一緒にできるようになったり、いろいろね、企業さん絡んだ仕事みたいなこともできたりとかして、だんだんね、本当 YouTube をやってる自分もね、好きになれて、こんなしょうもない人生だったんですけど、悪くないなって。 思うようになってました。本当に。もちろんね、こう、再生数とかも減ってきて、なかなかお金がもらえないってなった時に、やめるやめないとか、バドミントンの YouTube 以外の仕事もそうだし、悩んだことはあったんだけど、やっぱりここまで、今では続けてこれて、それは、まあ本当に、バドミントンが大好きだったっていうのもあるし、 多少ないともバドミントンのためにって思った部分もあったし、何せ自分が、これは他の人には理解されないと思うけど、バドミントンが一番人生において重要なことだった。一番大切なものがバドミントンだった。去年までは。ただ、今27歳っていう年齢になった時に、 なんかバドミントンよりもね、大事なことができて、そう思った時に普通に仕事をするっていう道を選んで、だからね、ちょっとこう、バドミントンから離れる自分っていうのは、ちょっと寂しくもあったというか、情けない部分もあったんだけど、バドミントンで自分のことが好きになって、 そのバドミントンよりも大切なことができたっていうことにもなんかすごいね前向きに今は生きてます。で、社会人にまあなったわけですけど会社員にすごいね自主してます。毎日大変だけど本当に楽しく過ごさせてもらってて 僕はずっと普通の人間になりたくて生きてきてそうなれなかったからすごい辛かったんだけど今こうやって自分がなりたい自分に近づけたような気がして普通に仕事して普通に生きて普通に友達がいてとかそういうなりたかった自分にめちゃくちゃ遠回りしたけどなれた。 これは本当に YouTube やってなかったらなれなかったし、どんな辛い思いしても、もしもう一回人生やれって言われても、バドミントンやってたと思うし。うん。<laughs> そうだな。まあ本当にこの1万人っていう、 登録者の方々には感謝してます。これからも僕がバドミントン嫌いになることは絶対ないと思うし、何回も嫌いになりかけて、人よりもバドミントンに絶望したし、人よりもバドミントンに救われたし、人よりもバドミントンやったし、だからこそ言い切れるのは、多分一生バドミントンのことは嫌いにならないし、YouTube も まあそのペースはわかんないけど、続けていくと思うし。なのでこれからもね、バドデツを見ていってもらえると嬉しいです。僕にとってバドミントンが人生で一番大切なことではなくなったけど、でもそれでもバドミントン大好きだし、自分のことを 自分が好きに、なんだろうな。自分のこと好きにさせてくれたバドミントンを愛してます。まあちょっと話まとまらなかったですけど、とりあえず言いたいことは、1万人登録者ありがとうございます。えー、今まで動画出てくれた人たち、ありがとう。これからもバドミントンは大好き。この3点。 かなじゃあまた次のね、試合動画とかでお会いしましょう。バイバイ。